市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川團十郎にカンカンが抱きつき泣いていた様子、悔し涙。歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが20日に自身のアメブロを更新。息子勸玄君が自身に抱きつき泣いていた日のエピソードを綴った。この日、團十郎さんは今日は舞台の後、抱きつかれて泣かれましたと勸玄君が泣いていたことを告白。理由について、自分的にうまくいかなかったらしいですと明かし、そういう涙は大切と思います。日々成長してると感じますと自身の考えを綴った。その後に更新したブログでは、本日も無事に終わりましたというタイトルでブログを更新し、今日は勸玄がお腹痛くなったりしてバタバタでしたと説明。原因は食べ過ぎと勸玄くんの腹痛の原因を明かし、おいとコメントし、ブログを締めくくりました。この投稿に読者からは、すでに役者魂、その心に喝采です、素晴らしい、舞台拝見するとなんだか泣けるのはそのせいなのかな、カンカン頑張って応援してます、素晴らしい役者さんですね。本日昼の部拝見させていただきました。本当に素晴らしく、本当に9歳なのかと思わずにはいられません。11月の昼の部も拝見いたしましたが、本日の毛抜きには感動、感動、感動です。今後が本当に楽しみです。悔し涙ですかね、立派すぎる、素晴らしい役者さんですね、などのコメントが寄せられていました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。